帰国後は社会人関東2部リーグのエスペランサ SC に入団しました。ちょうどね、自分が帰ってきた時が12月の末ぐらいで、もちろん J リーグのセレクションとかももうなかったですし、行くとこねえな、つってもないなってなった時に、エスペランサのセレクションがあったんで、受けて合格して入ったってのがきっかけです。で、そこから1年ぐらいプレーして2年目に差し掛かった時に、報道に移さないとこのままでは J リーガーになれないと思って、履歴書とプレー動画を自分で作って、JSG のクラブ、全クラブに送りました。エスペランサは毎試合ビデオをね、試合撮ってくれてたんで、自分のプレー切り取って、それプラス履歴書も自分で書いて、それをね、全クラブの普通のホームページのお問い合わせ欄みたいなところに全部送ったんですけど、見事に1クラブも返信がなかったです。唯一 SC 相模原と YCC 横浜には知り合いがいたので、その紹介で、6月か練習参加させてもらいました。